なんか立憲民主党、松原仁議員の国会質疑に、称賛の声が起きているみたい。どうも松原議員。国会で、国際テロ組織 PKK について言及し、上川大臣に、痛烈な質問をぶつけてるんだよ。では早速、詳細を見てみてよ。MI2 PKK 問題。立憲民主党会派、松原仁。日本国内のクルド人がトルコ政府がテロ組織とみなす EU、米国も同様の立場を取る PKK 機が写る写真を明示している。日本クルド文化協会をトルコ政府は PKK に資金提供してるとし、テロ組織支援者と認定している。日本の警察はテロ組織支援者とするのか。まあ、PKK についてお伺いいたします。日本国内のクルド人がトルコ政府がテロ組織とみなすとともに EU、米国も同様の立場を取る PKK の旗とともに写る写真を明示している。このことと構成員であることの相関性についての認識があるか問います。警察、松井大臣官房審議官じゃないです。警察庁千代信長官官房審議官です。はい、すみません。お答えいたします。警察におきましては、警察法第2条に定める公共の安全と秩序の維持という責務を果たすため、必要な情報について収集及び分析を行っておりますが、個別の団体や個人につきましては、事柄の性質上、お答えを差し控えさせていただきます。我が国を取り巻く国際的な情勢が目まぐるしく変化している中、警察といたしましては、引き続き治安対策に万全を期してまいる所存でございます。松原君。まあ、関係があるともないとも言わなかったという認識であります。つまり関係があるかもしれないしないかもしれないと、まあ、PKK となるとこれはもう国際的にですね、テロ組織というふうに認識をされているわけでありますから、関係があるとかないとかって明確に簡単に言えないというのは、まあ、認識としてあるわけであります。一般社団法人日本クルド文化協会についてトルコ政府が PKK に資金提供しているとし、テロ組織支援者と認定し、トルコ国内の資産を凍結したが、日本の警察庁はテロ組織支援者という扱いをするのか、お伺いします。千代信長官官房審議官。お答えいたします。警察におきましては、警察を第二条に定める責務を果たすため、まあ、先ほど申し上げました通り、平素から必要な情報収集分析を行っておりますけれども、個別の団体個人につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。その上で一般論として申し上げれば、警察は事件として取り上げるべきものがあれば法と証拠に基づき適切に捜査することとしております。いずれにいたしましても、警察といたしましては引き続き治安対策に万全を期してまいる所存でございます。松原君、これ今私の質問はね、テロ組織支援者というこの表現自体が日本にはないということだから該当するかどうか言えないということで私は認識をしておりますが、それで PKK は国連安保理決議1267を踏まえた我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法に基づく指定がされている国際テロリストか、お伺いいたします。警察庁千代信長官官房審議官。お答えいたします。お尋ねのクルド労働者と PKK につきましては、当時の国際テロリスト財産凍結法第4条第1項に基づき、国際連合安全保障理事会決議第1373号により、その財産の凍結等の措置を取るべきこととされている国際テロリストとして平成27年10月30日に指定されており、その後現在に至るまでその指定が延長されているところでございます。松原君。したがって我が国にある PKK 財産は凍結されるのか、お伺いします。千代信長官官房審議官。お答えいたします。先ほど申し上げました通り、クルド労働者党は国際テロリストと財産凍結法に基づき財産凍結等の措置を取るべきこととされている国際テロリストとして指定されておりますので、同法に基づき国内取引に対する財産の凍結等の措置が取られる対象でございます。松原君。我が国から PKK 送金を行うことは許可されるのか、質問します。梶川大臣官房参事官、財務省梶川。
答えいたします。ご指摘の団体は現在外為法に基づいてテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象者になっておりまして、当該措置の趣旨に関連まして、同団体に対する送金について許可することは想定してございません。委員長、松原君。PKK は EU アメリカ以外にもイギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダにおいてテロ組織として制裁対象か、お伺いします。松尾大臣官房サイバーセキュリティ情報課参事官。本日現在把握している範囲では EU、米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド及びカナダにおいては PKK を制裁措置の対象としていると承知しております。委員長、松原君。PKK についてはこういったやり取りをさせていただきましたが、冒頭の質問に関して現在日本にあるですね、この PKK の旗をバックにしたり、また PKK のテロをこの大変に褒めたたえる歌を歌った民族祭がかつて行われたということも、我々は承知をしております。その歌は最近は歌われなくなったということでありますが、こういったことが一部地域でですね、もちろん現状は本当にその関係性がほとんどないと警察が判断するようなものであっても、ある瞬間にそれが変わってしまうリスクというのは常にあるわけであります。私はその意味においてこの PKK の活動が日本においてまだ行われていませんが、これから行われる可能性はやっぱりそれはあると思っておりまして、そういったことに対してこれをですね、抑止することが必要だと思っております。このことについての大臣のご所見をお伺いいたします。大臣。大臣。上川外務大臣。国際的なこのテロ組織がそれぞれの国におきましてさまざまな活動をしているということについて、日本としてはいずれも注意深くこれを、注視というか監視というか していかなければいけないというふうに思っております。 いずれの国地域におきましてもこうした活動がさまざまな出来事につながりうると、事態につながりうるということも想定して考えますと、注意深く監視をしていかなければいけないというふうに考えております。委員長、松原君。その答弁でいいと思いますよ。それ以上は踏み込めないし、注意深く見ていくと、これはやっぱり後ろでお答えいただいた政府参考人の方々もですね、閣僚の一人、閣議に参加する一人がこのような重みのある発言をしたということをぜひとも理解していただいて、PKK の活動に関しては注意深く注視をする必要を申し上げておきたいと思います。松原議員の痛烈な質問にしどろもどろの上川大臣、そして最後にはしっかりと答弁を引き出しているからね。これこそが国民が望む政治なんだよ。他の低たらくの与野党の議員は一体何をやっているんだろうね。ネットでも松原仁先生は偉いね。自民党は何やってるんだか。こういう答弁を聞きたいんだよね。こういうのが与野党のまともな論戦でしょ。これが国会議員の仕事。松原さん、やっぱりええな。超グッジョブ。上川大臣めっちゃしどろもどろなのがなんで。上川アウト。日本の警察ちゃんと働け。クルド人に関しても、利権議員が警察に圧力をかけているので、手出しが出せなくなっているのが実態。テレビだと週刊誌ネタしか流れないから、こういうちゃんと仕事してる質問者、回答者の情報は大事ですね。テレビはまだ裏金だもんな。松原議員は孤軍奮闘。NHK 党の浜田議員と共に、野党の役割を体現してくれる貴重な存在。お二人には引き続き頑張ってほしい。などと、称賛の声多数。そもそも、今回の松原議員のような質問を、自民党の和田議員がやるべきなんだけどね。最近和田議員の存在が薄い気がするし。とにかく、今回の松原議員の国会質疑のような、意義のある国会運営をやってもらいたいものだね。国会で週刊誌の記事を使って与党を攻撃したり、揚げ足取りばかりをやっている議員は、松原議員や NHK 党の浜田議員の政治姿勢を見習い、自身の政治活動の参考にしてください。何卒よろしくお願いいたします。